ピザが食べたい気分だわ。しかも納豆も食べたい。こんな時はどうしたらいいのかしら。悩むわ。ピザと納豆を食べればいいんじゃ。あ、気づいたようね。そう、本来ありえない組み合わせも気分次第で実現できる。それがうまい棒。そこでなんだけど、あなたの考える組み合わせが聞きたいの。はあ。つまり最高の組み合わせを作って、この私を満足させてごらんなさい。なんかゲームのラスボスみたいなことを言い出したぞ。で、なくてもいいですか？構わないわ。じゃあ、ピザ味とオニオンサラダ、コーンポタージュでイタリアン気分セット、なんつって。見えるわ、フランスが。イタリアですけど。って勝手になんか食ってるし。これヤングドーナツよ。一口サイズで食べやすい。四つ入りで全国のちびっこに大人気。考えすぎた脳に糖分補給。いくらでも食べられるわ。この素晴らしいコーヒーにも合うし。別にそんな。服乾いたら届けてあげるけど、あんたはどこ住んでんの？そこからレクチャーを始めましょうか。いい、ココナツくん。駄菓子の世界は戦争なのよ。オリジナルのアイデア、目を引くキャッチコピー、そして特徴的なイメージキャラクターたち、それぞれの駄菓子が自分たちの魅力を引き出す工夫を日々している。駄菓子の世界はまさに戦場なの。その中で箱も地味、イメージキャラクターもいない、己の力のみを信じ戦い続けるきなこ棒、言うなれば砂漠の戦士。きなこ棒は今も息を潜め、粉にまみれてチャンスを伺っている。私たちを仕留めるチャンスをね。え、僕らが仕留められんの？え、お待ち。え、それは水に溶かすとやけにリアルなビールになるで評判の生意気ビール。これで大人になりきって大人を理解しようってわけ。生意気だけどノンアルコールだから安心安全。それはよかったねえ、ココナツくん。あなたにも昔なかったかしら。親戚が集まった時、大人はみんなビールを飲んでいるのに、自分だけジュースかお茶で、なんとなく場に馴染めなくて寂しさを感じたこと。だけどこれがあれば大人の仲間入りができるらしい。らしいなんだ。で、じゃーん、これよ。あ、それ知ってる。音の出るラムネのやつ。その音だったんだ。美味しく遊べる駄菓子はいつの時代でも子供たちに大人気。そして飽きたら食べる。完璧なコンセプト。お、そういえばそれっておまけのおもちゃが可愛いんだよね。え、そうだったっけ。じゃあおまけはさやちゃんにあげるわ。いいの？やったココナツ、かわいいの当たった。もう、モグラ人間かな。あ、なんか始まる。あぁ、なぜ消した。これって、夏の暑さを乗り越える、スタミナをつけるのに最適な駄菓子。今日のテーマは小腹の空いた子供たちに絶大な人気の豚麺よ。ココナッツが食べていいよって、これ置いてったんだけど、この中の
この包み紙が取れなくて困ってんだよね。ねえ、あの誰もが知るボンタン飴のはずなのに、包み紙はオブラートだからそのまま食べられるはずなのに、なぜ彼は一体何を。この時、塔の口の中に入ったボンタン飴は、激しい回転と絡みついた唾液により、すごい勢いでオブラートが溶けていたのだった。あの、塔くん大丈夫？うん、ほんのり変わる。駄菓子の魅力は、安くて手に取りやすいところにある。しかしそうなると、必然的にその量は少なくなる。限りある子供のお小遣いでせっかく買って一瞬で食べ終わってしまっては味気ない。要するに、いかに少ない量で長時間楽しめるか、それが駄菓子の重要なテーマの一つになっているのよ。すごいすごいよ、ホタルちゃん。なんかへーへーへーってボタン押す番組みたい。かっこいいよ。そうもっと他になんかないの？じゃあとっておきの。セブンネオンだけど、袋にアルファベットが書いてあるわよね。うん、 A から H まで合計8つのアルファベット。それにどんな意味があるの？それがね、何の意味もないらしいわ。え、ないの？そもそもアルファベットは8つなのに、セブンネオンは7本しか入ってないしね。もう完全にわけわかんない。違うわ。いざ尋常に聞きふらせ勝負。ふかし？そうよ、誰もが知ってる、みんなが一度は食べたことのある伝統的な駄菓子。原材料はもちろん首都黒糖。ヘルシーなのでダイエット食として女性人気も急上昇中よ。今や駄菓子界においてふがしのない店がないと言われるほどのふがしというジャンル、いえふがしという文化。ふがし、駄菓子、ご飯。ご飯？だから同じふがしでもたくさんのメーカーから出ているわ。しかし全てふがし、色や形は違えど皆ふがしなのよ。というわけで今日はいろんなふがしを持ってきたわ。おお、確かに桜棒。でも確かこれ静岡限定のふがしのはずよね。うちの父さんが気に入ってよく仕入れてるんだ。いちご、メロン、ぶどうにバナナ。この色で桜棒って割と節操ないよね。さすがはようさんね。なんでクラウチングスタート？それはグリコ。ええ、グリコのキャラメルよ。日本中で知らない者はいないレベルのまさに超メジャーなお菓子。これには一粒300メートルのキャッチフレーズ通り、実際に一粒で300メートル走れるだけのエネルギー、16キロカロリーが含まれているわ。はあ。というわけでこれで喫茶遠藤まで走るわよ、ココナツくん。キンラムネのいいところその2、パッケージのキャラクターがとにかく可愛い。確かに。そして何よりいろんな食べ方があるのが魅力。まずはオフィシャル、正式に発表されている食べ方がこれ。瓶の底にストローを刺す斬新さが素敵だわ。次はさっきヨウさんとココナツくんがしていた食べ方、スタンダード。やっぱりこれって人多いんじゃないかしら。そして瓶の底に穴を開けて中の粉を口で受け止める、その名もヤンタン少年。最後は食べ方なんて関係ねえ、さながら獣のようにかじりつく男。どう、瓶ラムネのイメージ？よ、天日干し中に落ちたラーメンのかけらがもったいないからって、創業者が味付けて従業員たちに配ってみたらやたら好評だったってやつか。そうそう、そういう偶然っていうか意外なところから生まれた感じ、すごい駄菓子らしくていい話のネタになるじゃん。確かに。あとこの誰もが見たことのあるキャラクター、アビーちゃんな。実はこのキャラ2人いて、
男の子はベイちゃんで、女の子はビーちゃん。お母さんはデザイナー、お父さんは作家さんだったっけ。で、ベイちゃんは好奇心旺盛で、お母さんの作ったいろんなコスチューム着てさ、北は北海道の味噌ラーメン、宇都宮の餃子せんべい、そして博多のラーメン焼き、果ては海外まで足を運ぶ行動派だって話。そうらしいな。全部知ってんならちゃんと番組で言えよ。でもだって周りそういう動画がほとんどだし。なら周りのライバルたちにない一番大事なこと言わなきゃ。え？ベビースターのスターは子供向けスナックの世界で一番になりたい、一番星になろうという思いの表れなんだって。うわー。で、言い方は簡単よ。やっとーめん、これの当たりを利用するのよ。普通の駄菓子の当たりといったらもう一個もらえるというのが大半だけど、このやっとーめんはなんと当たるとお金がもらえるのよ。おお、すげえ。でもお金って言ってももらえるのは金券だから。え、金券？例えば20円の当たりが出たとしたら、20円分の駄菓子と交換できる当たり券のこと。なんだ、現金じゃないんだ。とにかくこれを当て続ければお金のようなものが増え続けるってわけよ。これが永久期間ってやつね。うわ。でもココナツくん、今日の本題はこれ。鹿田流しの後継ぎをかけて酸っぱいブドウで勝負よ。だからそれまたギャンブルでしょうが。っていうか僕の人生を勝手に勝負事で決めないでください。遠藤くんにも勝負に参加してもらおうかしら。え、俺？虫かよ。で、この酸っぱいブドウにご用心。ガムが3つ入っていて、その中の1つが割とマジで超酸っぱいのよ。あ、そもそもは原料のクエン酸の配合を間違えて偶然酸っぱくなった味で、それをたまたま試食した上司はあまりの酸っぱさに悶絶したというわ。でもそれを商品化してしまう遊び心、これこそ孫うことなき駄菓子。時に偶然やランダム性に頼ることも大事というわけね。つまりこの勝負適当に選んで超酸っぱいの引いたら負けってことっすね。そういうことよ。だってさ、ココナツ、食事中に食べ物で遊ぶなって怒られたこと一度くらいはあるわよね。まあそりゃあ、そう、誰にだってあるわよね。くるくる棒ゼリーでチャンバラごっこや、上ラムネでの豪華ネックレス作り、わたとちバカ食い&炭酸ジュースでの我慢大会とか。そりゃ怒られる。